海の周りって割と海の家があったり栄えて人気がある場所だと思うんですけど、あのクレーン車がいたりとかであんまりこう海水浴を楽しむ場所ではなくなってしまったのかなっていう印象があったので、これからまた復興していって海水浴の人でにぎわったりするといいなと思います。またここのお店とかもそうですけど、いろんな地域の方が元気に頑張っていらっしゃる姿を見たいなと思っていて、そのことに私自身もいい影響を受けて、また来年とかのボランティアの際にも地域が盛り上がるような活動に少しでも貢献できたらいいなって思ってます。今回ゴミ拾いの時に仮設住宅のところを何回か見たりしたんですけど、私の中では仮設住宅はもうほとんどないのかなって思ってたんですけど、まだまだいっぱいあって、まだ続いてる問題なんだなって改めて思いました。自分が今回見たり自分で知ったことを周りの知人とかに話して、多分私の周りの友達もどんどん被災地とか震災のことを忘れてる子が多いと思うので、自分をきっかけとしていろんな人にもう一回改めて気づいてもらえたらいいなって思ってます。今回初めて来られた方も多いと思うんですけれど、東北に生きる人の元気っていうのを感じてほしかったです。でまたそれを自分の中のなんかなモチベーションっていうか勇気に変えて、2日目以降につなげてほしかったっていうのが僕にはあって、それをこう感じ取ってもらって、またこの町に来てもらいたいっていう気持ちに、つなげられていれば、僕は良かったかなと思います。今回の参加者にも、このクリエイティブの可能性合宿を通じて、東北の各地で起こっていることは、それぞれ状況が異なっていて、それでもそれぞれみんなが前を向いて歩んでいるということを、少しでもいいので、日常の中で意識を持って、生活をしていただけたら嬉しいです。